えー、有名な性被害の事件で判決が出ましたね。ニュースのキャッチに使われているのは、被害女性の名前と顔写真ばかり、男側の名前は本部にちょろっと掲載されるのみ。えー、しかも名誉毀損の訴えも一部認められ、えー、被害女性側にも賠償命令が出ました。えー、性被害者はここまでもてんたっていろいろ言われないと同意なしが貸し取れないんですか日本はやはり性被害を軽んじてフランスと比較するとどうですかえっと、まあ、あの、判決はまあ微妙だし軽んじられているという部分もあるんですけど、ただ僕はその被害者側のその 落ち度的な部まずあっレイプされたなと思った時点で病院に行ってて精子を保管しおくべきでしたでそれをやらなかったっていうのは落ち度ですそのまああの頭が回らなかったとか気が動転してたとかそのなんか仲良くなろうと思ってたとかまあいくらでも言い訳はできると思うんですけど少なくともそのレイプとして訴えるための証拠集めをその時点で完璧にやっとくべきでした。 でそ,のその後訴えなくてもいいんですよ要はその証拠集めをしといて和解しましたとか訴えませんでしたとかっていうのも選択肢として持てばいいんですけどそれをしなかったっったていううのはやっぱり落ち度だと思うんですよで多分僕今この話をするとあのそ,のそういう被害を持ってた人にひろゆきけしからん的な話になると思うんですけど少なくとも同じようなことは今後も起こる人は女性で多くいると思います。 で、その時にあの,あの人は落ち度がなかったよねかわいそうだよねっていうきれい事を覚えてた人よりあこれは証拠取っといた方がいいよねって思った人がいた時にどっちの方が得なのかと思うと僕は証拠持った方がいいっていう知識を持っていただいた方がいいと思うんですよ。 なので、その、僕はその伊藤さんが一応被害者であるっていうので言ってると思うんですけど、僕は伊藤さんにそこで聖書保管しといた方が良かったですとか、こうやったら裁判勝てましたとか、もうちょっとその、勝つために何をすべきだったのかっていうのも、あの人覚悟ができてる人なので、そこも言ってもらった方が良かったんじゃないかなと思います。その、まあ、その、責めるわけではないんですよ。 落ち度があるんだからしょうがないよねとかではなくて少なくとも日本の場合はそういった落ち度があると裁判では勝てない国ですよっていうのを証明されてしまったのでその将来の被害者を減らすためには日本の法律内で勝つためにはこういうことをやっといた方が良かったですよねっていうのが一番わかってる人は伊藤さんだと思うのでなのでそこら辺の情報もちゃんと出していただいた方がいいんじゃないかなと思います